はいどうもたてこみです今日はですねこういうテーマで話していこうと思いますそれがこちらですどどん複数の見方と発展性ということで話していこうと思うんですけど前回の動画でですねなんでこの一つの現象に対していろんな答えが出るんですかってそれって見方考え方がいっぱいあってそれによって 問いが変わるから答えが変わってるんじゃないんですかっていうプラグマティズムの心理基準っていうそういう考え方から答えが複数あるって何ついうことになるんですかっていうのをこの立場から説明したんですけど。 そういうふうに複数の見方があって答えが複数あっちゃうと僕らってどれがじゃあどれが一番いい答えなんだ真実を一つ教えてくれ何で答えがいっぱいあるんだっていうふうに思っちゃうじゃないですかなので今回はですねその見方考え方がいっぱいあって答えがいっぱいあるっていうこと自体にメリットとか発展性があって逆にそれが あることに注目してる人とかも多いですよ。それがメリットになってますよっていう話をしようと思います。それじゃあ、行ってみよう <noise> はい、ということで。 まあこういう話になって一番最初に説明として思い浮かぶのがですねこのヘーゲルっていう哲学者の方から言ったですね話が多分よく出ると思うんですよね皆さんも聞いたことあると思いますけどあのテーゼとかアンチテーゼとかね正ゴハーみたいなねそういう話があるんですけどまあそこら辺ちょっと軽くめちゃくちゃ簡単に説明してみようと思うんですよね例えばこういうふうに何か出来事とかこう知りたいこととかわかんないことがあった時に これマーついいてるじゃないですか。これを例えばですよ2人の人がこのハテナを観察しましたとそしたらこっちの人は「おいこのハテナってのは丸い形をしてるぞこれは丸い形のものなんだ」って言ったとするでもこっちの人はいやこっちから見たら完全に三角なんだけどこのハテナ 完全にこっちから見たら三角に見えるんですけどっていう全然違う意見が2つ出たっていう状況があったとしますよねこうなった時に僕ら困るじゃないですかどっちを信じたらいいのどっちかこれ嘘ついてるよねってこの2人にディベートでもして決めてもらおうかもしくは丸か三角かでこれ他のみんなにも見てもらって多数決取ろうかど,どっちにしようかって思うんですけどこの1つの真実を決める 以外にもこれやり方があって、まあ、やり方というか考え方があってこの物体 X このハテナのものがこの2人の言ってることが両方正しくてかつ両方的確じゃないっていうパターンもあるんですよねそれがどういうことかっていうとそれはこの物体このハテナが実はこう三角錐でしたーっていうパターンもあるんですよ。このとんがりみたいに 下は丸いんだけど形としては三角みたいなこれ三角錐だった場合この形を真下から見た人にはこうやって真下から見た人にとっては丸く見えてますよねで完全に水平に真横から見た人にとっては三角形に見えてるとだからこの二人の言ったこの三角錐に対する特徴って両方合ってるんですけど物事がもっと平面的じゃなくて 立体的な形をしてていいる場合っていうのはこの2つを兼ね備えたものであったりこの2つの特徴って合ってるんだけど両方的確ではないみたいなパターンも出てくるんですよねでこの2つを合わせたような特徴を持ったものでしたみたいなパターンもあるんですよそういう2つの相反する要素が混じり合ってもう一段階上の話になりますよとか真実に 近づきますよみたいなのが風うううに複数の別の見方があったから答えに近づきましたっていうのは科学の世界ででもすすごく頻繁に起きてるんですよね中でも面白くて僕が見てすごいなと思ったのはこのフェルマーの最終定理っていう数学で300年ぐらい誰も解けなかった問題をアンドリュー・ワールズっていう方が解きましたよみたいな。 動画をあの中田敦彦さんが解説されててそれを見てめっちゃ面白いってなったんですけど、まあ、興味のある方は是非一度ねその中田さんの動画見ていただきたいと思うんですけどもうめちゃくちゃ簡単に説明すると数学って数学の世界があるんですけど大きく分けて数論と幾何学と解析学っていう,こう3つ結構畑の違う調べるジャンルの違うことに分かれてるんですけど。 フェルマーの最終定理っていうのは数論の方なんですよねでもそのフェルマーの最終定理を解くのにこの解析学っていう全然違うジャンルの答えが近いんじゃないんですかみたいな話になるんですよ数学の中でも全然違うことを調べてる分野の答えがまた違う分野の答えのヒントになったり このフェルマーの最終定理でそういうこともあって数学の世界ではこの数論幾何学解析学っていう全然違う3つのジャンルをこう統合するようなこう一緒に考えてこう架け橋を作って そうすることでそれぞれの分野で難問って言われてた全然解けなかった問題とかがバン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 分かるようになっていくんじゃないですかってこのラングランズプログラムっていうのが今すごく注目されてるみたいなのをカリフォルニア大学のエドワードって先生が取り組んでおられるんですけどだからもうさっきみたいに同じものを見てて違う答えがあるのも真理に近づくんだけど今の科学だと。 はっきり言って別のことを調べてるような畑違いのものの答えが自分知の答えとこう架け橋を作っていろんなこの数学全体の話がぐんぐん前に進むんじゃねえかみたいに違うものを見てるものの答えさえ利用できるんじゃないかみたいなそういう域に達しつつあるみたいなところなんですよね。ここれ心理学でも同じようなことが起きて、 この動画でもこれから解説していくアクトとかいう行動主義の心理療法だと仏教の考えとかこうマインドフルネスみたいな考えとかがそれまでの行動主義の考えとこうバーンってこう合体したりしてすごく発展を遂げてるみたいなのもあるんですよねでも、まあ、全てが今そういう風にうまくいってるわけじゃなくてやっぱまだ,まだまだ謎の部分もあるんですけど例えば心理学のテーマとして 欲望はどこからててどうう働くのかっいこれが分かったら人がどういうものを買うかとかどういうふうに欲望って満たされるのかとか分かったら幸福度にもつながるとかいろんなことが解明されるような大きな命題ではあるんですけどこれについてスタンフォード大学のキャロル・デュエックっていう有名な教授がおっしゃってることっていうのは現在 私たちはこの欲望はどこから来てどう働くのかみたいなテーマについていくつかの強力な理論を持っているがその多くは孤立した現象を説明するための孤立した考えだと言えるそのため私たちがどのように反応しどうすればうまく欲望を満たせるのかは断片的にしか見えてない状態ですよっていうふうにおっしゃってるんですよだからまさにこういう状態なんですよね 欲望はどこから来てどう働くのってこのクエスチョンに対してこうなんじゃないですかああなんじゃないですかってこう断片的な答えは出てるんだけどそれぞれが孤立した状態にあって孤立してしか働いてないっていうそ断片的にしか見えてない状態ですよっていう風な指摘をされてるんですよねさらにですね僕が印象に残ってるのはこのハーバード大学のダニエル・ギルバートさんが「明日の幸せを科学する」っていう 本ご自身の本の前書きの中で言われてるのはどの科学もこの難問あこの難問ってその著書の中で扱うテーマのことですねこの難問を単独で解決する説得力のある答えを見いだせていないため話の筋はパスポートを持たずに国境を越える川のようにあれこれ領域をまたがることになるっていうふうに書いてるんですよ。 まあこういう言葉からもやっぱ感じるんですけどやっぱ僕らが知りたいなって思っているものがこの角度から見たらこういう真実がありますっていうその一つの答えがその物体全てを表しているかはからなくていろんな角度から見てその問題の立体的な面とかね複雑な面が見えてくるっていうところがやっぱあるみたいなんですね。だから前回のの動画でも言ったこの 鬱に対していろんな見方とか答えとかがあるような状況だとどれを信じたらいいんだどれが真実なんだってそういうふうに僕ら混乱したらちょっと不安定な気持ちにさせる時もあるんですけどこういうのを最終的にこう領域を超えて一種統合したように考えた時にすごく真実に近づいたりするようにこうバーンってこう話が急に進んだりするような場面が。 科学には最近多く見られてるんで、それぞれの分野で、それぞれの分野の真実に近いことを追求するっていうのはすごく大切で、答えがいっぱいある状況っていうのは、そんな悪いことでもない。むしろ活用すれば大きなメリットになる。発展性があるっていうことがあるみたいなんですよ。 はいということで今回は「複数の見方と発展性」っていうことでこのヘーゲルさんの弁償論みたいに2つの答えから1つの真実に近づくような答えが生まれるパターンだとかもうむしろ全然違うものの答えであっても最近そういうのを統合して新しい答えを生み出すみたいな科学の営みが強まってますよ実際そういうのが多いですよっていう話をしていきました。 実際こういろんな分野で発展したことがこう一つにまとまってこうコンバージェンスするみたいな収束するみたいなことって例えばこの次の 6G と 3D プリンターと何とかが合わさって無人のなんちゃら自動車ができるみたいなパターンもあるし僕らの実生活でもこれから増えてくるようなことが結構予想されることなんですよね。そうなってくると そのいろんな分野の答えがこう一つにまとめやすい方がより発展しやすいっていうことになるんですけどそうなった時に結構それを妨げるような妨害してるようなこともあるんじゃないですかっていうふうに問題視する声もあって例えば日本の大学はそれぞれの学部が孤立してて横のつながりがほとんどないのが結構問題ですよねっていう人がいたり最近流行ってるディベートですよね。 どっちが正しいんですかどっちが正しくてどっちが間違ってるのか言葉の決闘ではっきりさせようぜみたいなやり方ってさっきの2つの意見から新しい答えを出すみたいなのをしにくくさせてるんじゃないですかとか大、まあ、昔から言われてる多数決決っってやり方どっちかに決めましょうさっきのこれで言ったら丸か三角かどっちかに決めましょうってなったら両方部分的に合ってるんだけど。 円錐って真実ではないわけだからはっきり言ってどっちに進んでもちょっと間違ってるようなことになっちゃったりとかそういう問題ってありますよねってことも指摘されるんですよね。まあ、その考え方が間違ってるんじゃないですかとか調査の手法がちょっとおかしいんじゃないですかみたいなそういうチェックっていうのはやっぱ反証が大事ですよっていうのも科学であるんでもちろん 行われるべきなんですけどそういう風にしっかり磨き上げられた真実同士がさらに発展性を見せるような場面も大切に育てていったりこう場として確保しないといけないですよねっていう考え方があるみたいです。でこの次回以降はですねこの動画でずっと説明するを説明するよって言ってるあの行動主義のアクトっていう心理療法があるんですけどその行動主義の中にも見方考え方が大きく分けて2つあってですね その2つの違いとかこういう考えをもとに行動療法っていうのは世界観を持って発展しているよみたいな話も、まあ、次回かいずれかわかんないですけどしていこうと思うのでまあ、哲学の領域にはなるんですけどまあ、例え話とかをふんだんに入れてなるべく分かりやすくですね解説していこうと思うのでもしよければチャンネル登録や高評価などを押していただいてそういう動画も楽しみに待っていただけたらと思います。それじゃあたてがみでしたまたお会いしましょうバイバーイ